窓を開けるだけで運気上昇、2021年6月の窓開け開運法。はい、いよいよもう5月も今日で終わりです。早い早いです。31日でございます。はい、で、まあ明日から6月始まりますので、はい、月始めといえばもう開運法シリーズでございますと。はい、で、まず今日第一発目がですね、窓開け開運ということで、はい、まあ月の頭ですね、月の初旬のあたりのどこかで、まあ、1時間から2時間ほど、窓を開けていただく、そうすると開運するよという非常にもうやりやすい開運方法でございます。はい、でポイントは方角だとか、というのはどうでもよくって、もう時間の問題だけですので、はい、で、6月はですね7日の月曜日となっております。月曜日、はい、で1週間後ですね。そうですね、ちょうど、1週間後になると思いますけれども、7日ならいつでもいいわけではなくって、はい、その中でもさらに時間指定があるわけですけれども、お願いします。今回ちょっとね、明け方も明け方、はい、朝っぱらのね、はい、4時から5時という1時間明けたいわけなんですよ。なかなか朝ですね。そうなんです。まあ日が伸びてはおりますので、はい、明るいは明るいと思うんですが、そうですね、ただまあこれをどう考えるかということになってですね、はい、起きてるのか、はい、早起きをするのか、うん、あるいはタイムスイッチでこう自動でこうやって開け閉め開閉させるか、はい、まあいろいろあるとは思いますが、うん、まあ要は物理的に開けば結構ですので、本当になんだっけインテリジェンスハウスじゃないけど、何でもこうリモートでできるようにしといてね、タイマーセットしてカーって開ける閉める、でもそれは構わない、別に人間がやらなくても問題はないです。開けるということが大事。はい、はい、でこの開けるというのは要するに閉まった状態から開けるというこのメリハリに意味がありますので、はい、例えばもう換気のためにこれいつも開けっぱなしなんだっていう窓はもちろんその時間も開いてますけれども、それでは意味がなくって、はい、通常は閉まってるのにその4時から5時という1時間だけ開けて、で終わったらまた閉めるというこのメリハリですね、はい、ここがとても大事ですと。うん、で開けるというのは、まあ、空気が多少出入りするぐらいの隙間であれば結構ですから、はい、別にその全開にする必要はなくって、まあ、風が通るぐらいの本当にもう5センチ、ね、はい、ぐらいの隙間でも結構です、はい、もちろん劣化く開けて悪いことはありませんから、はい、開けていいんだったら開けていただいて結構ですし、そして、その空気を流通させるということが目的ですので、はい、適切な開けられる窓がない場合には、例えば玄関なら開けられるよっていうお家であればですね、玄関の扉をちょっとだけやっぱり隙間開けて風が通るぐらいにしていただくと、はい、こういうのでももちろん結構でございます、うん、ただ、玄関になればますます、ちょっと防犯の意味合いで ね注意していただかないといけないというふうになりますし、はい、あと当日がなんかすごい土砂降りの雨かなんかだと、うん、雨が吹き込むとか、はい、あと気温が異様に下がって、うん、風邪をひくだとか、まあ、いろんなことが考えられますので、その辺はもう常識を持って、はい、自己責任でお願いしたいと思います、はい、無理をされない範囲で。そうです、私もこれ始めた最初の頃が真冬のなんか真夜中に開けろみたいなのがあってですね、はい、本当にね寒くて寒くてでも我慢して開けてね、はい、風邪ひいたことがあってですね何が開運じゃいみたいな状態だったんです。先生自身もねそれを体験されている、体験したんで、その後にやっぱり防寒対策は大事だと、はい思いましたので、朝4時でございますからね、4時5時の1時間でございますので、なんとか早起き頑張っていただいて。そうですね、はい、自信のない方は逆に遅い夜にしていただいて、ね、あ、そうですね、窓を閉め終わってから寝ると、はい、午前中に寝ると5時にまあそれでも結構かなとは思います、はい、前後に何をするかは全く問題ではありませんので、その時間ということですので、はい、はい、ぜひ皆さん参考に、来週月曜日チャレンジしてみてください。はい、先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。また明日、はい、お試しください。